たける、心を殺すことある。今回の動画は神奈川県相模原市建具&ペット家具は有限会社阿波野建具工業にお任せくださいさんの提供でお送りします。ありがとうございました。ホテル側で降りたら、マイルチェックしてるんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫です。こういうベンチとかで聞いてるんですけど、はい、あ、クワさん、本を読んだ方だと思うんですけど、はい、なんか出版から1週間ぐらい経ったタイミングぐらいなのですかね。なんかめっちゃさ、いろんな人が出てほしい人としてリクエストがドバッと来て、はい、ほんで、あ、何事だと思って、あ、そうか、こういう本が出て売れてるんだなとか、はい、なんか16億8000万溶かしたとか、なんかすごいじゃないですか、経歴がいろいろ。それでなんか、めちゃくちゃ向いてると思いますって方がいっぱいいらっしゃってですね。はい、でそれで16億8000万一撃で溶かした人、会ったことないなと思って。まあ一撃ではないんですけれどもね。あの数年かけてじっくりとかしましたけどね。そうなんですね。ちなみに今は何歳なんですか？今58歳ですね。最近は、どんなお仕事なんですか？ニートです。ニートは、はい、ノットインエンプロイメントエデュケーション&トレーニングですね。あ、そう、そうか、だからその出版したりとか、そういう、まあ、それは趣味ですね。あ、そうなんですか。どうやって暮らしてるんですか？まあ、職業息子ってやつですか。ああ、なるほど。親父はもう死にましたけどね。そうですか。だってエリエール作ってる会社の、あ、でももう違うんですよね。今は全然違いますけど、まあ、その時の株とか売ってですね、あ、負けた分を払って、はい、まあ、借りてた分を払って、まあ、まだ残ってますんで。まだ残ってる。はい、あとそのファミリーで、はい。そうなんですね。どんな1週間ですか？週に1、2回ちょっと頼まれて顧問している会社のですね、まあ、ミーティングが、まあ、1時間か2時間ぐらいあって、それ以外は昼間、うん、まあ、好き勝手やってますね。まあ、最近はツイッターやって、あと年なんでちょっと体鍛え直そうと思ってパーソナル行って、で夜は毎晩スピリッツを飲んでると。ギャンブルの依存ももう、ね、抜け出されるんですね。そうですね、本にも書きましたけど、もうなんか1ヶ月やり通してなんかちょっと抜けたという感じですかね。ギャンブルもですね、やっぱりその最後やっぱり一針いくらっていうのがですね、やっぱりそのシンガポールドルで50万ドルとか、50万ドルとかそういう金額でやってましたから。50万ドルっていくら？当時で1ドル63円ぐらいですから、まあ3000万とかですね。今もうそういう、一旦そういうところまでしびれちゃうとですね、それより下の額ではもう、要するにお金を稼ぐためにやってたわけじゃなくて、もう一種の高得点を狙いたいということなんですね。本にも書きましたけど、あの150万から23億円に、まあ、日本円でですけども、150万円から23億円までいって、それでもやめずに結局次の日には全部吸ってたっていうようなこともあるんですけれども、なんでそこでやめなかったのって言われても、23億でやめないから150万が23億になるんで、結局いくらにして何かを買いたいとかですね、そういうほとんどのギャンブラーはそうですね。この間ガーシーさんとも対談したんですけれども、全く同じ事件で、ゲームはハイスコア狙ってるようなものなんですよね。あるいはまあその時点で負けてて借金してたら、なんとか借金は返さなきゃいけないっていう、その思いでやってるんで、ギャンブルって臨死体験ですから、もうああいう臨死体験はもう今じゃできない。はあ、まあ、まあ仮に友人に誘われていって軽くとかですね、あの、まあ、とかだったらやるかもしれませんけど、もうもはやそれは私にとってギャンブルじゃなくて、まあ、お付き合いとかゲームとか。はあ、はい、すごい。お酒はさ、スピリッツみたいな強いお酒が好きなんですか？
そうですね、もともと酒もね、やっぱりギャンブル依存症だけじゃなくてアルコール依存症もあるんじゃないかと思うんですけれども、潰れるまで飲みたい方なもんですから一種の依存症だと思うんですけどね。スピリタスは次に残らないんです。だしテキーラでずっとやってたことあるんですけど、テキーラからスピリタスに変えて、テキーラ40度ぐらいですけど、スピリタス96度なんですけどね、その分不純物が少ないんで二日酔いになりにくい。そう、それ本当です。周りでもみんな、私今それ広めてまして、港区でスピリタス飲む女性のことをスピ系女子って僕ら呼んでますけどスピリチュアルじゃなくてスピリタス系女子ですね。そんな付き合える一般の方いるんですか？みんな恐れ恐れそのうち慣れてきて、もちろん無理強いとかさせませんので、どっかであったようなテキーラチャレンジみたいなそんなことしませんから、とりあえずコップ入れとくからちびちび舐めてみててよって言ってやってるとですね、次の日楽だったっていう、いろんな多方面からのご意見が好評なんですね。はい。ここで緊急速報です。第6チャンネルトークライブ in 福岡が9月の下旬に開催する模様です。金額は吉野家の牛丼5杯程度食べれる2200円に設定しており、時間は19時から21時を予定している模様です。終了後にはサロンメンバーオフ会を別会場にて企てているとの情報も入ってきております。大体ひたすら今に至るまで聞いていくっていう、はい、まず出身はどちらなんですか？ですね、私一応愛媛出身というのは、一族の出身が愛媛県四国中央市、私が生まれた時には伊予三島市という町だった、新居浜市の隣なんですけれども、実際に生まれたのは京都です。父が仕事の関係で京都住んでまして、最初の記憶があるのはアメリカ・ニューヨーク、やはり父の仕事の関係でニューヨーク行って、その後アメリカ西海岸オレゴン州 で戻ってきたの、日本戻ってきたのが小学校上がる直前。ちなみにそれはその時は、大王製紙っていう会社があって、はいはい、その海外になんか展開してたってことなんですか？そうですね、アメリカから製紙用の原料、パルプの原料になる木材チップを輸入するっていうのが始まりまして、各社始まって、でアメリカにその輸出のためのルートを作るために、父は出向に行ったんですね。交渉みたいな。そうですね、はい。その時のお父さんは、はい、大王製紙っていう会社の何なんですか？社員？父は2代目で、その時多分祖父が社長やってて、父は多分役員。平役員か常務かそのあたりだったんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、どこで既にもう有名な会社なんですか、大王製紙？いやー、田舎の中堅どころの製紙会社ですから、まだエリエールも世に出してませんから、当時作ってた紙っていうのは新聞用紙ですとか段ボール箱の原紙なんで、基本的には一般の方々には知られないですよね。会社の規模的にはもう大きいんですか？売り上げそれでも当時でも1000億円は超えてたと思いますですね。今5000億円ぐらいですか、はい、自分はめちゃくちゃお金持ってる家の子供って気づくのはいつなんですか？いや、金があったかどうかは別にして、やっぱりさすがに四国ではですね、その当時伊予三島市っていうのは今の四国中央市、当時は人口4万ぐらいの町ですから、大王製紙の社員だとか、その下請けの社員とかで、成り立ってるような部分が多い会社だ、町だったもんですから、田舎町なんで、そういう意味では町で一番大きな屋敷に住んでるとかですね、そういったもので、うちの町じゃ大きい会社の息子なんだなっていうようなことは分かってましたね、小学生の時でも。それで小学生で公立の小学校に行くんですか？公立、はい、伊予三島市立、伊予三島小学校。お母さん、その田舎の小学校みたいなところに、はい、そんな数千億稼ぎ出せる会社の息子がいて、給食とか普通に食えるんですか？いや、なんと口に合うんですか？いやいや、そんな田舎育ちですから全然それは普通ですから、家帰ったらおふくろが作った味噌汁食ってましたし。あ、そうなんですか？もう弟と一緒に海や山で駆け回って魚や虫取ってるっていう、そういう小学校時代です。クラスの中だとどんな立ち位置なんですか？人気者なんですか？それとも、いや、やっぱり両方ありますね。見ての通りイケメンなもんですから、小学生の頃から冗談ですよ。でもかっこいいな。学級員とかはよくやらされることが多かったですね。でも片方でやっぱりそういう田舎町で工場があるところっていうのは、昔で言うと共産党とか社会党とかも強くって、そういう支持者の
お父さんお母さんのところの息子なんかだとですね、同級生でいたりすると結構その反発もあって、前の会社公害出してるじゃないかとかですね、やっぱ親の言うことを真似ていますからね。公害出てたんですか。まあ、一応規制の中ですけれども、今でもそうじゃないですか、反対派は何でも反対で、一応国の規制を守ってようが何だろうがまあそれはね、出てないわけ、煙は出てないわけじゃないですし、排水も出てないわけじゃない、ただし、まあ、もちろん規制の範囲内でやってるわけですけども、でも海が汚れるとかですね、空気が汚れるとか、そうやって言って突っかかってくるような同級生とかもいましたね。はい、で東京に行くっていうのは、転勤なんですか。その父の転勤ですね。その頃から、新規開拓で、まあ、それまでやってた段ボール用紙だとか新聞用紙って茶色い紙じゃないですか、うん、で印刷用紙って基本的に白い、うん、まあ、それまでもですザラ紙って少年ジャンプとかのですね、うん、ああいう色ついた出版用紙はやってましたけれども、まあ、新規開拓で白い紙、うん、本や雑誌の白い紙、あるいはチラシだとか、うん、パンフレットになる印刷用の白い紙、そういう紙も販売しようということで営業本部長として東京出てきたみたいですね。東京の小学校行って中学校どうする。中学高校がエスカレーターなんですけれども、筑波大附属駒場高校、目黒にあるんですけど、私の時は教育大附属駒場高校って言ったんですよ。今で言うつくこまっていう。そのつくこまなんて、その8ヶ月ぐらい前に来て受験して受かるもんなんですか。だってでもあれですよね、愛媛いた時はつくこま行こうと思ってないですもんね。いや、小学校4年ぐらいの時にたまたま東京に夏休みに家族で遊びに来た時に、代々木ゼミナールの中学受験の模試があるのを父が見つけまして、東京に2週間ぐらい滞在している中でちょうど日程があったので、お前ちょっと受けてこいって言われまして、小学校4年生で小学校6年の混ざって受けたら全国2位になっちゃったもんですから、あの時のメダルどっかまだ残ってるから、それで父がやる気出しちゃってですねお前東京の進学校行って東大受けてみろっていうことになったんですね。2位って小4で小6の中で2位とか、はい、これ本当です。誰に習ってたんですか。いや別にその時には特に何も、はい、知らない、小4が知らない感じとか知ってるってこと。本もよく読んでましたし、まあ、その後それで父もやる気出しちゃって、小学校4年 の, その後半と小学校5年6年っていうのは四国ででもですね、社員の中で優秀なやつにバイト代あげるからって言って仕事終わった後家庭教師で算数や理科を1日1時間か2時間勉強したりしてたんですけど、その4年の時には全く家庭教師も何もなしなんで、自分で本読んでたりとかそういった知識でなんかなんとかなっちゃったですね。少しそれでその2校学年上の世代で2位取る。まあまあ小学校ですからね。いや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 、だって習ってないこといっぱいあるような気もするけど、親父がね、そういうの面白がってっていうか厳しかったんで、それこそアメリカでいた時の思い出、だから幼稚園に上がる前で、幼稚園か、日本で言うと幼稚園、小学校に上がる前に私服も全部覚えさせられてましたし、教育熱心なの。そうだったんでしょうか ね漢字とかもですね、今でも覚えてますね。やっぱり漢字の春夏秋冬の春、春っていう字はもう横三本にこう斜めも入った上にこうまた下に切って入るんで、ややこしいんで覚えられなくって、なかなか覚えられなくって親父になんか殴られた記憶まだありますから。あ、お父さんは割と結構バイオレンスな感じなんですか。いや、もう私の今回の本も出てますけど超バイオレンスなんで昔の昭和親父ですから。お母さんはそれを止めることなく見てるとかじゃない。いやいや、止めようとして自分も殴られたりとかあるわ。みんなそのお父さんにビクビクしながら生きてるんですか。そうですね、その頃はそうだったですね。やっぱり小学生ですからね。つくこまなんてあれですか、その国立の方だと一番難しいんだろう。当時も今もそんな感じですね。ただやっぱり小学生だからそんな意識はないんです。こことここ受けてみろって言われて、麻布中学と突っ込ま受けて両方受かったんですけども、うん、でどっちにしようってなった時に、うん、が突っ込まって、なんか授業料が中学校の間ないんですよ、うん、高校の時もです。私の記憶が正しければ1年間で1万1000円とか2000円とかそんな教材費を除いて、うん、授業料がということで親に騙されまして、突っ込まだったらこんな、まあ当時教育大学とか教駒だったらこんなもんな、教駒行ったらその分の差額や小遣いでやるぞって言われて、
行ったんですけど結局もらえなかったですけどね。あの時麻布に行っときゃ周りがね女子校ばっかりでね、もっとあの中学高校の時に女の子と遊べたんじゃないかな。どっちも男子校ですから。ああ、そうか。中学高校そういう女性関係の遊びはしないんですか。なかったですね。周りも男子校ばっかりなんです、麻布と違って。だから私大学デビューですよ、女性は。大体その筑駒とか奈良とか開成とかってあるんです、中高で入る人ってなんか最初5年ぐらいすげえ自堕落でラスト1年で頑張るみたいなよく聞くんですけど。ああ、そうですね。どういうタイプですか今。私はそのタイプですね。大体 夏休みの宿題8月31日にやるタイプですから、受験もまあたらたらやってましたけれども、最後の1年間にまあそれでもやっぱり集中力の限界あるんで1日 3,4 時間参考書読んでたみたいですかね。まあ家庭教師はつけてもらいましたけれども、そのだらだらする期間もなんかどういうことなんか悪いことするんですか。悪いことしましたね。あの、まあ昼間から雀荘パチンコやゲームセンター。筑駒って中学から大学と同じシステムで出席日数が7割以上で、あと試験で70点以上取ればあの落第しないんですよ。友人と計算してあの3連チャンで休める授業はここあるから、ここでもうこの日はもう昼飯弁当食ったら外出て、まあ、チャンス行こうとかですね、みんなで同級生ですり合わせしてつるんで遊びに出てました。その時お金はかけてるんですか。あ、もう1000点10円ですよ。あの中高校生レートですから、だから箱で300円じゃないですか。あ、じゃあ動いてもそのせいで、もうなんか喫茶店代とかそんなもんですよね。かわいい感じ でむしろ雀荘代の方がよっぽど高いっていう。でもそれこそそのバイオレンスお父さん高校のテストとか中学のテストとか確認しに来ないんですか。あ、中学の時はやられましたね。やっぱりさっき言いましたように、小学校の時はまあまあ何もしなくても成績良かったんで、そのつもりで入るじゃないですか。中学以降ってやっぱりちゃんと予習復習しないとついていけないものが出てくるわけですよ。例えば英語なんてきちっと単語覚えなきゃいけないし、あっという間になんか下から数えたら早い成績になりました。あの11の2学期だったか3学期だったか、らい怒られて殴られて、それから半年ぐらい、父慶応の文学部の英文学科だったんで、飲むのが好きな父も飲むの好きだったのに、週に3回は会食終わったら9時には帰ってきて、毎晩3時間親父に家庭教師させられて、それでもそれはそれでやるんですね。しかもあのプロのなんていうんですか、教える人間じゃないんで、こっからここまで読んどけとかって前もって渡されて、でそのまま役を間違えるとまたゴルフクラブで殴られると死んじゃいません、ゴルフクラブとか。いや本当にあの本気で怒ったら、あのあっちのヘッドの方で殴りそうになって、それを母がやめてやめてって言ったら、ふっとさすがに気がついて持ち帰ってグリップで殴られたとか。参考書投げつけたのが私を外れて横に行ってかばおうとした母のこの辺りに当たって、母がこの辺りパンダになったこともありますし、ね、内出血して、あっかない親父だったですね。え、それじゃ一応その高3の中期ぐらいから頑張ってると。そう、まあ頑張るって言ってもまあまあ筑駒ってね、不思議な学校なんですよね。160人、高校が40人、4クラスで160人なんですけど、当時でも125人ぐらい東大受かってたんですよ。浪人したのも入れて。そんなに今でも、この間ちょっと気になって確認したら、やっぱ120人以上受かってますから、合格率が、だから160分の120だから、どれぐらいだ ?8、7割ぐらいなんですかね。少し、東大行くのが普通ってことなんですか。まあまあ普通だったですね。ちなみにその頃ぐらいは何になりたいと思ってるんですか、将来。その頃はですね、親父の影響でとりあえず官僚になってみろと、大蔵省とかですね、通産省とか、まあまあ当時はそれがエリートみたいな思われてたんで、でも大学入って、いやそんなあの上級職試験なんてやってたら遊べないなと思って、親父にはうんうん受けるって言いながらですね、あの全然勉強せずに、どうせそのうち大学生入ることになんだろうと思いながらですね、遊んでましたね。その時もエリエールができるんですか。そうですね、エリエールは昭和55年かな、まあまあまあ発売されてましたね、はい。家庭用ティッシュみたいなのも最初ってことですか。ではないです。ティッシュはあのアメリカで発明されて、あの箱から引っ張れば出てくるっていうのは、日本じゃそれまでのちり紙ですよね。切ったあの田舎がまだありますけど、で箱に入ったあれは最初特許があったんで、アメリカのクリネックスとスコット
トが、スコッティが特許持ってて、で日本で当時山陽国策パルクっていう会社がスコッティのライセンスで、十条製紙っていう会社がクリエックスのライセンスで始めて、でその後ライセンス関係なく王子製紙がネピアで始めて、ダイオ製紙もライセンス関係なく、そういう意味で言うと大手4社の中で最高発でエリエールを始めたんです。でエリエールってその4社の中だとどれぐらいの位置なんですか、スコッティの中で。今はっていうかもうかなり前から参入して5、6年目にはシェアトップになりましたね。何が違うんですか。やっぱりなんていうのかな、他の製紙会社から見るとティッシュってまあチリ紙の延長とかですね、ティッシュもあとトイレットペーパーもそうですけれども、あまり力が入ってなかった中で、まあ、父が力入れてマーケティングとですね、あとやっぱりコスト競争力が高かったので、他社よりもまあ品質は良くて値段は安いっていう、まあ、あのマーケティングの王道でですね、まあ、それ以外にもエリエール女子オープンになってゴルフイベントやったりとかですね、いうのは、まあ、いろんな複合的なマーケティングが成功したっていうことでしょうかね。5年でトップになったんですかね。一番ケツから追いかけて1位なの？そう、まくっちゃったっていう感じですね。でも、はい、今でもエリエールはトイレットペーパーでは大手4社、今言った4ブランドで中で 50% シェア持ってますから、圧倒的に強いですね。普通に品質もいいんですか？そうですね、まあ、みんな今品質はいいんですが、やっぱりトイレットペーパーってなかなか値段じゃスイッチしなくて品質なんですよ。ティッシュはもう今品質みんな横並びですし、ちょっと値段が違うと今までエリエール使ってた人でも、あ、今日はクリネックスが10円あ20円安いわとか言うと次買うときは浮気しちゃったりするんですけど、トイレットペーパーはね変わらないんですよ。私最初に担当したときにそれが不思議で調べ直したんです。あのなんかモニタリングだとか開発部に調べさせて直したって言ったら、ティッシュって日本ではあの顔拭くだけじゃなくてテーブル拭いたりとかですね、ちょっと水で濡れたの拭いたりとか、まあ、布巾代わりみたいなのもあるんですけど、トイレットペーパーってあの特に女性にとっては最もデリケートな場所に使うものですから、品質大事なんですよ。あの1パックあの20円30円高くってもここがいいってなったら動かないんですよね。日本みたいに家が狭いのに、人によってはあのお母さんが自分のトイレットペーパーは自分用で置いといて、旦那や子供にはあの腰入りの安いあの硬いあのトイレットペーパー使わせて、あの両方のストック持ってるっていうのもあるみたいですよ、調べたら。普通に友達卒業してからは、すぐに入る、1年間ね遊ばせてもらいました。ニートもうニートっていうかですね、まあ、あのメーカーなんで原価計算できないといけないんで、簿記の学校行くっていうことを理由にして、1年間過ごしてた。父慶応って言いましたけど、一流して結局6年かけて大学卒業してるんで、親父だって2年間余計に社会出るのに余計かけてるんだから、俺も1年間ぐらい遊ばしてくれて、まあ、大学4年間十分遊んでたんですけれども、そうやって交渉したら1年だけだぞって言って、俺は2年だったけど、まあ、1年だけ許してやるって言って、でしかもまあ昼間ちゃんと勉強しろと、ね、どうせ会社入ったら勉強しなきゃいけないんだから、あの独学で勉強しなきゃいけないんで、簿記2級で原価計算できるまで勉強しろって言うんで、大原簿記通いながら夜は飲み歩いてた、そんなですね。なんで私あの最終学歴は専門学校卒です。そうか、専門学校卒業して何の部署に配属されるんですか。それはもう工場ですね。一族の御曹司みたいな人が入って周りに気使われるんじゃないですか。いや、かなり気使ってたと思いますよ。それはもうやっぱり腫れ物を触るようにしてたと思いますが、でもまあとりあえずはやっぱりメーカーなんで現場からっていうこと、私は当時、青い工場の制服着てギラー社員という名前でも工場の中のいろんな部門を、3ヶ月ごとにこう移動してですね、そこを全部勉強して、そこでまあみっちり、まあ、現場の一番分かってる現場主任の人がついてくれて、まあ、そこでの工程製造工程を教えてもらって勉強して、でちょうど建設中だった最新の製紙機械焼紙機械の、建設現場に入って、それが立ち上がると同時に現場の保全スタッフとして、その新しい設備の保全スタッフとして配属され、でそれが大体入社して4年目ぐらいかな。でその後はもうやっぱり一族の、まあ、人間だということで、入って4年目か5年目には工場長代理
四国、その工場の中では3番目ぐらいですか、工場長がいて、工場次長っていうのがいて、で工場長代理っていうのはまあ4人ぐらいいるんですけど、いろいろ担当、工場が大きかったんで部署ごとに分かれて、管理部門、原価計算のルールだとか人事だとか、そういった部分を担当する工場長代理で、工場全体で例えば月に人件費いくらかかってるけれども、その中でその例えばマシンが3台あって、それぞれに1台目のマシンには10人人がいます、2台目には5人います、3台目には15人います、これはもう直接そのマシンに配布できるんですが、それこそその原価計算してる部門だとか総務部門だとか、全体を見てる部門はここのコストが、例えばここにじゃあ20人いたら、この20人ってこの3台のマシンのとこにどういうふうに配布するかっていうルールですね、生産量で比例して配布するのか、それともそこで働いている人員で配布するのかとかですね、そういったルールをもう一回根本から見直そうということで、1年ほどその工場長代理やった後に、岐阜の方にあった名古屋パルクという子会社、今の大王製紙の岐阜工場なんですけど、売上が120億円なのに、借金が1000億円あって赤字が70億円という状態だったところに、お前行ってこいって言われて出向させられまして、そんな赤字の子会社ってどうにかなるものなんですか。結局なんとかなったんですけれども、どうやってやるの。もう生産を上げてコストを下げてって当たり前の話なんですけれども、それ売り上げを上げてみよう。そうですね、まあもちろんだって社会に出て 5,6 年目の若造に一人でそんなことできないの分かってますから、大王製紙の中でも最も優秀なベテランの管理職を 4,5 人一緒に振り込んでくれて、で、まあ、そこでもやっぱり一種の勉強ですよね。だからどうしたらいい、こうしたりとこうやって生産上げるとかですね、事故が多くて生産上がらないのどうやって直していくんだとか、まあ、勉強ですね、まあ、それでもそこが4年ほどで一応トントンになったんですよ。え、70億の赤字と1000億の下地、借金はまあそう簡単に減りませんけど、いわゆる赤字はなくなって単年度は黒字になったんですね。へ、70億、次の年が40億、25億、10億ぐらいとかで、最後ほぼ次の年にはもうこれで一応黒字になるなっていうところで、今度またそこで家庭紙の担当しろって言われて本社に呼び戻されて、私は本社の常務で、常務取締役で家庭紙事業部担当っていうことになったんですね。社会のティッシュペーパーとかトイレットペーパーとベビー用のおむつとかですね、女性用の生理用ナプキンだったりしている、おむつとかそういう生理用品も直して作ってるんですね。作ってますね、はい。おむつとかも後から参入なんですか。おむつはね、実は早かったんです。ムーニーとかマミープを作ってるユニチャームよりも、トップメーカーにユニチャームよりも先に始めてたんですが、むしろティッシュやトイレットペーパーより先に始めてたんですけれども、やっぱりまだ当時大王製紙はマーケティングとかそういったのが下手だったんで、もともと生理用ナプキンをやっていたユニチャームが、そのおむつもやっぱ吸収体のビジネスなんで、その水分やいろんなものを吸収する素材じゃないですか、そういったものについてはやっぱりマーケティング力が良かったんで、大王製紙の5年後におむつ始めたけれども、あっという間にシェアと思って、でそれ以降大王製紙はずっと赤字だったんですよ。で私が家庭紙平成4年に担当で行ってみたら、やっぱり家庭紙また大赤字の時でして、で親父にさすがにですね、いやすんごい大赤字の会社なんとかトントンになりそうになったところで、また大赤字の部門とか言って、そろそろ一回黒字のところ担当させてって言ったんですけど、うるさい、むちゃくちゃ言わずにやれって言われて、結構苦労しましたね、家庭紙では。それはもう何のせいでその会社が赤字なんですか。おむつ、まあ、おむつもそうだし、その後すぐにティッシュやトイレットペーパーも価格競争、泥沼の価格競争になって、大赤字だったんですね。安くし、もっと取れてないけど安くするみたいな。そうですね、みんな競争が激しくなっちゃいましたね。それどういった赤字から黒字にしたんですか。もう高く売るようにと、1円でも高く売るようにっていう、結局もう安売り体質っていうか、当社の営業マンもマーケティングだなんだって言ってるつもりでいて、実際にはもうすぐに安売り、小売店のバイヤーさんから他社はこの値段で納めるって言ってるよって言われたら、じゃあそれよりも5円安くしますとかですね。苦しめるだけですもんね、それ。そうなんですよね。なんでそこはもうやっぱり体質治るのに 5,6 年かかりましたけども、開発からマーケティングから全部もう見直して、営業の売り方も見直して、やっぱり他社よりも
高くとまで言わないけど、ただし同じ値段だったらエリエールを選ぼうっていう、まず品質にしていくということで、ティッシュもトイレットペーパーも、まあ、それまでもティッシュトイレットペーパーも品質は良かったんですけれども、もっと良くしようということと、あとおむつについては中途半端だったんで、うん、ムーニーだとか花王のメリーズ、 P&G のパンパスよりもいい品質のものを作れる、高い値段で売れなくても同じ値段だったらこれで売れるようなところを持ってて、で一度シェアはおむつなんか半分以下に下がりましたけどね、あの安売りやめたせいで。あ、でもそれは一時的にはその業どれ上がってくるか、そうですね、あの自然に上がるわけじゃなくって、売れてないじゃないかって今度はバイヤーから言われるわけです。それをなんかあの頑張って売れるようにしますって言って、あの営業の人間がですね、私も手伝ってやったことありますけど、毎週末店頭に立って推奨販売っていうんですよ、炊飯っていうんですが、お店に来たお客様に、売り場にそのおむつの裏に来たお客様にですね、これこんなにいいものなんですよって言って触ってみてくださいとかですね、だからこの赤ちゃんをあの尻かぶれませんからとか、そういったようなことを営業マンが地道にやることも含めてあのやりましたね。それでもそのなんか家庭主婦は赤字を免れるというか、そうですね、まあ数年後には、まあ、黒字になりました。私が担当した時に550億円ぐらいの売り上げで赤字が80億円ぐらい、トータルで全部あのティッシュやおむつや全部合わせて出してたのが、一応5年後には売り上げ1000億円ぐらいで利益が80億円ぐらいですか、上下赤字と黒字繰り返しましたね。そうですね、ちょうどいくつか先で結果を出してるというか、まあ私が出したのかどうかしら、まあ、工場の方はもう本当に助けられて、まあ、みこしとして担いでもらってやったと、うん、で、まあ、そうですね、家庭主婦の方は、まあ、実際に汗流したのは社員ですけれども、そっちの方向にやらないと、立て直らないよっていうことを気づいて、またみんなに気づかせたのは私かもしれない。私が売ったわけじゃない、売ってきたのはみんな汗かいて、あの頑張ったマーケティング開発営業の連中ですから。それが何歳ぐらいですか？31歳の時に担当して、まあ、10年弱ぐらいかかりましたから、30代はその家庭史の立て直しに走り回ってたって。その時ギャンブルやってるんですか？やってなかったです。忙しいの？忙しい。あ、仕事一生懸命やってることですね。そうですね、まあ、麻雀はやってましたね。あ、そう、あんま見てるの？そうですね、で、あのカジノはやっぱり海外ですからね。それカジノとのギャラはいつなの？うちの長女が小学校入る頃だから24年前、34歳の時に初めて行ったんですね。友人の夫婦家族4組ぐらいで、オーストラリアのゴールドコースト、遊園地とかもありますし、ゴールデンウィークに、でそこにカジノがあって、でそこでは初めてだったん で、まあ、一応旅費とかあれも含めて100万円持って行っておいて、その100万円が帰るときには2000万円になってましたね。それが私の初めての3日間で2000万円です。すごい上げ方ですね。それ何やってなかったんですか？バカラですね、やっぱりその時に。あ、ポーカーとかでブラックジャックじゃないですね、うん。バカラはどんな特徴なんですか？バカラってのも超反発で、プレイヤーかバンカーかって、要するにまあどっちが勝つかって、です合計2枚か3枚まで引くんですけども、それでプレイヤーって呼ばれる側が勝つか、バンカーって呼ばれる側が勝つか、どっちか好きな方にかけられるんですけれども、勝つどうなんですか？と倍になって帰ってくる。あ、じゃあ70万が140万になり、また勝つと280万になり、まあでも上限ありますから、その一針ここまでっていう上限がありますから、まあ売買ゲームでは勝つわけじゃなくて、ネチ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 だから3日間ですから、まあ、100万を2000万、はい、そのまあ、それからずっとまた私あのカジノ行くことはなかったんですけど、その今回の私の話題になったようなカジノやってる時で分かるんですけど、行く時は行くんですよ。3日もあればですね、元手が20倍なんて3日かからずに行く時は行くんですよ。あ、うん、でも、まあ、そんな毎回行くわけじゃない、毎回行ったらカジノが潰れちゃいますから。だからたまたま最初にそういうビギナーズラックがあったんで、ただそれで味を占めたってわけじゃなくて、まあ1回だけですし、それからまた40代になってからかな、あの
マカオが綺麗になったんですよね、うん、それまではもうギャングシティって呼ばれてて、うん、カジノがあったけれども あそこ行くと柄が悪いし治安も悪いしって言われてたのが中国に返還されて、ね、アメリカなんかのカジノの資本外資を入れて綺麗な街づくりをしようってなって日本からも行くのが便利になったんで一緒に行かないかっていう友人がいてあじゃあちょっと夏休み行こうかとでただやってると勝って帰った時もあるけど負けて帰るで負けて帰ってくると次はその分取り返そうと思って次はやっぱり元手を倍持っていくとかですねでそうこうしてるうちに信用ができちゃって向こうのマカオのカジノがその私がもうそこで吸っちゃって例えば2日間で元で吸っちゃったら三河さんだったらここまでお貸ししますよとかねマカオだったらカジノっていうかジャンケットなんですけれどもねでそういう風にやってだんだんかける額が大きくなっていったってことですねえそれはちょっと軍資金みたいなのが最初100万だったのがどんどん増えてくるそうですねでもそれでもマカオに来始めた頃は500万とか持ってって500万は自分のポケットまでそう自分 のそれまで持ってる中から持ってきてねやっててで500万負けて悔しいなってなるじゃないですか。なあまあ半年ぐらい後ぐらいですけれどもじゃあ次行くときはまあ、それでもまあこの間500万負けたから1000万も結構にはならない。まあ同じ500万を倍にすればこの間負けたのと返せるっていうんでやっぱ同じの持っていくわけですよ。ところがそれをもう早めに溶かしちゃうと山行ったなって飛行機をまだ2日後なのに早めて帰るの悔しいななんて言ってるとジャンケットの人間がじゃあ井川さんだったら500万最初500万とかですね。だんだん実績ができるとまたその500万をちゃんと次回行ったら返すと次はじゃあまた500万負けたら前回の話で1000万じゃないですか。そうするともう彼向こうから言って1000万は貸してもいいですよとか言ってですね。へえ。でその徐々に一回数増えてくる。そうですね。うん、徐々に違いますね。まあ半年に1回か2回行ってたのが最後の本当に数年ぐらいがもう。月に1回とかになりですね最後はもう取り返さなきゃっていうんで毎週行ってたりした時もありましたけどねそれはその忙しくなくなったってことですかいや直行便がねシンガポールにできたんですよ今度はマカオじゃなくてシンガポールで直行便ができたっていうか直行便のあるシンガポールに、カジノができてでなおかつその直行便のフライトタイムが非常に具合が良かったんですよ。具合がいい時間ができたんです。金曜日の夜12時。で、7時間で到着してっていうと、7時間ってちょうど睡眠取れるじゃないですか。で、7時に着いて、カジノ入って8時ぐらいからずっと、だから土曜日、丸1日寝ずにやって、で、日曜日の夜の便がいくつかあるんです。夜、8時の便とか10時の便。で、月曜日の朝早くとかですね。でどうせまた7時間飛行機の中ではぐっすり寝れてますしでシャワー浴びて会社行けばちゃんと月曜日の朝間に合ってるってそういう便ができちゃったんですよねそういうまで月から金はちゃんと真面目な働き土日はギャンブル教授みたいなところそうだったんですね42で社長になったのはどうなんですかでも一族経営でも若いんですかそれでも普通なんですかまあ若い方ではあるけれども別に珍しくもないいう感じですかね、はい、じゃあお父さんは何歳ぐらいになってるんですか父はですね祖父が、死ぬ直前にやっと会長に退いたんで祖父が80ぐらいって言うと多分父は50代ですねそうでお父さんも10年も早い、まあ、ただ父はもう実質上副社長っていうのをずっとやってましたけど実際にはもう全て社内のことを取り仕切ってたんで事実上の社長ですね、はい、祖父が創業者なんでなかなか社長を辞めたがらなかったんで、で亡くなる病気で亡くなる本当に直前に会長になりましたから社長のところはもうじゃ結構ギャンブル狂ですかいやその頃は年に 2,3 回行くか行かないかっていう1回2回で負けたところでですねまあこういう言い方はなんですけれども1回行って500万じゃあ半年に1回500万負けたって言ったら1月に直すか100万なんで半年分のちょっと伸び代が高くなっちゃったねっていう感じですよねじゃあそれは経費カジノって経費いやなうちのうちないですそうですね、伸び代にしても私はというか父もそうだったんですけど、うん、いわゆる交際費っていうのは本当に会社の取引先を相手したのしか大王製紙本体では落としてなくて、まあ、それ以外の例えば、まあ、じゃあ夜の伸び代とかやっぱり付き合いもあるじゃないですか社長同士とか友人とか、うん、そういうのは資産管理会社の方で
落としたり、父なんかは本当に自分のポケットマネーで払ってましたね。自分のポケットマネーで範疇じゃなくなっていくのはどのタイミングですか？私の事件の4年ぐらい前ですかね、やっぱりちょっと立て続けに負けて、でカジノの方もそれまでの借り手は返し借り手は返しの信用があるもんですから、結構もう億単位で貸してくれるようになって、それでそれが返せなくてっていうか負けちゃって、で資産管理会社の方から借りて返したんですが、カジノには。でところがその後やって一気にその10億円ぐらい貯まってたその資産管理会社やカジノへの借金が一発 の、 勝利で取り返して全部返したこともあるんですよ。マイナス10億を、はい、11億ぐらい買って全部返したこともあるんです。それが事件の3年ぐらい前ですかね。すごい興奮するんですよ、11億って。まあ、勝ったらまあそれはその時嬉しいですけれども、さっき言った結局点数なもんですから、まあ、その時にやっぱこれで借金きれいにできたっていうその嬉しさはまた点数とは別にありますけれどもね。そうすると今度は返せたんだからまた行かれるなっていうことになるわけですよ。でその時にやっぱりその1回単位が10億円ぐらいまで行っちゃってたんで、まあそこまではなんとか、もちろんそれ返さなきゃいけないし、返せなかったら大変だっていうところがあるんだけれども、まあ若干誤解があるんですけれども、なんかね、中にはまだ私が返してないとか思ってる人もたまにネット上のコメント見てたらあるんですが、全部返してますし、その時もだから資産がなくて返して借金してたんじゃなくて、現金がないから、そんな全部現金で持ってるわけじゃなくて、で、まあ、当時やっぱり私の資産って言ったら大王製紙の株と大王製紙の関係会社って言われてる、実際に株の構成でいうとファミリーが9割持ってるんですけど、その中の私の持ち分とか、でまあ事件になって、でまあそれを大王製紙の株は別製紙という会社に売却して、で大王製紙の関係会社、大王製紙の関係会社の株式はまあ大王製紙が必要とするんで大王製紙に売って、でその資産で借金も返したしっていうことですよね。タクロコープってのはどういうことなんですか？どうやってこう借りるんですか？あれはですね、よくね、事件でもね、書き方、私自分が事件になってその書かれてみて、あ、こういうことかって分かったんですが、106億を丸々借りてるわけじゃないですよね、実際東京地検特捜部の訴状では私は55億だったか6億だったか、まあそうなってるんですよ。あれたまにあるじゃないですか、銀行のお金をなんか横領してたみたいなのがあるじゃないですか、行員があって、あれで総額10億円とかね、総額10億円って言ってるけど、あれ例えば1000万借りて、なんかうまいこと競馬当たったんで返しました、でもまた外したんでうまいこと抜きましたっていうのを、ピークで1000万しか借りてなくても、それを100回繰り返せば、要するにそれを全部積み上げて言ってるわけなんですよ。マックス1000万の1000万を100回借りたら合計10億っていう言い方になるんですね。なるほど。そうですね、その累計で借りた金額返したらもう割れたんですか？そうそうそう、グロスでですね、借りたり貸して返したり、借りたり返したりの総額が106億8000万。数字が大きい方がマスコミもセンセーショナルに言うし、私もだから今はもうマスコミに乗っかる側なんで106億8000万って言われたら、はいそうですって言って笑ってますけれども、そんなに単純な話でもないんですよね。なんでバレるんですか？その106億は大げさだったとして、東京地検特捜部が電話かけてきたんですよね、大王製紙の総務の担当の役員に。一定以上の大きな金額の出入金が頻繁にあると、銀行の方でやっぱりそれどういうことだろうっていうんで、税務当局なのか特捜とかに、そういうのはこれはもう何ていうんですか、システムとしてルールがあるんだと思うんですよ。これ私の刑事弁護士の人が言ってましたけど、で、ね、それみずほ銀行の京橋支店だったんですけど、特に別に入れたらすぐ出すだけですから、で住んでるのは広尾の方でしたから営業とか関係ないんで、そこの支店長とかそういうのでも私は名刺交換とかもしたことないんで、多分私の弁護士が、だからこのもったかさんがどこの誰か分かってなくて、でこんな金額動いてるっていうのはって言ってやったんで、これもしも上場企業5000億の上場企業の社長だって分かってたら、そんなこと言わなかったかもしれないね。
っていう、支店長と飯交換しときゃよかったのにって言われましたけどね。でも、そもそもなんで捕まっちゃうんですか。会社に行くのは迷惑かけてると思うんですけど、世の中には危害加えじゃないですか。ですね、一応、この法律上で言うと、会社法960条違反という特別背任でありまして、趣旨としては、会社の取締役がですね、とか、役員が事故もしくは他人のために、会社に損害を与えた場合はこれを罰するっていうのがありまして、これ特別背任というんですけれども、でも簡単に言うと、その時点ではその会社 の本来の目的でないことのために会社から、でも私の場合これ横領とか詐欺とかではなくて、一応借りて金利も払ってはいるんですけれども、厳密に言うと会社の定款に書いてる会社の事業外のことに使うためのお金だったっていう問題で、それとでも最後はですね、検察からも東京地検、鬼の東京地検特捜部からも返せばいいです、9月30日までに返せばもう東京地検特捜部も変わりましたと、何でもかんでも事件にはしませんと、返せばもういいですっては言われてたんですよ。じゃあっていうんで、なんとかその親とか兄弟からですね、現金も、でも親の兄弟も普段そんな現金キャッシュで持ってるわけじゃないん でそれに関係会社の株だとかそういうのを加えて返すスキームを作ったんですが、佐藤という当時の社長、私が会長で私の後に社長にしたのが、井川家を追い出すためにですね、返させないようにしたんですね。そんなことできるんですか。関係会社に返そうというんで、もう全部取締役の決議も文満も作って、その返済の契約書も作って、で9月30日が期限なんで9月28日に借金してた6社子会社あるんです。これしかし北海道から岡山まで各地に子会社なんで分散してて、私が全部会長やってるんですが、全部出るわけいかないんで、もう今で言ったらリモートじゃないですけれども、もう現地の各社でこの通り決議して、でそれで終了しましょうっていうところにですね、その当日朝10時からその取締役会議をみんながやるところにですね、9時ぐらいから順番に電話かかってきまして、やっぱり現金でお貸ししたものは現金で返していただかないと、全額現金じゃなくって株式によるその大物弁済っていうんですけど、その同じ評価の別のもので返すと、例えばこれ個人間あるいは会社間でもそうですが、例えば1億円借りてて現金5000万でもともと本来は1億円で現金で返すんだけれども、残り5000万は現金ないから代わりにこの不動産、少なくとも5000万以上の価値がある不動産っていうのはいくらでも普通にあって法律上も認められてることなのにですね、でそれでやろうとしてたのに、現金とかしたものは現金で返していただくのが筋だと思いますって全部、これ結局その佐藤からの指示なんですよね。っていうのは裁判になって、私の弁護士が各社7社のですね、代表者に対して反対尋問、彼らの検察側の証人で出てきますから、でその中で皆さんが時に9月28日に現金でお貸ししたものは現金で返してもらうものが筋なんでと言って返済を拒否したのは誰の指示ですかって言ったら、6人は前もって佐藤から言われた通り、いや自分たちの独自の判断です、7社が同時に同じ判断をして同じ時間帯にかけてくるわけないじゃないですか、そんなこと平気で言ってくる。でそれに対して1社だけですね、やっぱり真面目なやつがいて、もう見てたら横でもうぐるぐるぐるって手が触れてるんですけど、証言台私横から見えるんで、人を見せるから、はい本社からの指示でしたって言った、これ裁判記録に残ってますから、彼だけだったら残りの6人はみんな偽証してるわけなんですけども、そのあたりも今回の私の本機会です。宣伝ばっかりですいません。それは結構6人も後ろ合ってる方が勝つんですか。裁判上は、これしかもそれはもうもはや裁判の本題ではないんですよね。で事実としては私が借りて、結局のところ検察が9月30日までに決算、前期の決算までに返してくれれば問題になりませんと、だって決算上はそれで片付くんだからって言ったところまでに返しきれなかったんで、形式上はもう要するに返済を拒否したって返すって言ってるのに、受け取れませんって言われたわけですから、それで逮捕になると。そうですね、やっぱりそうなるともう形式上はやっぱり、特別背任は成立してますね、返せてないんで、検察側も言ってる期限まで返せなかったってことになりますから、すごい、それをやるがために返せてる金を受け取らないと作戦を取ったことですか。そういうことですね。ちなみにその佐藤さんという人はどうやってそこのポジションまで上り詰めたんですか。大和製紙の社員で叩き上げですね。叩き上げですね。で最後に
社長候補2人いて、あの木原さんっていう、まあ、どちらも副社長までやってで、どっちにしようかってなって、まあ、最後私と父で相談してて、まあ、私は木原さん推しだったんですけど、父があのサポートいいんじゃないかって言って、だから佐藤もそうだけど、まあ、あの社会観察やってた山川陽一郎っていう弁護士がいるんですが、佐藤にはそこまで悪事や回る頭の良さないんで、そのこの山川陽一郎っていうのはその後のやり取りを見てもですね、ずっと佐藤に入れ知恵したのはその山川陽一郎なんですよ。山川さん、それ何の目的なんですか？金ですか？いやー、多分ですね、あの佐藤がその三河家を追い出して自分の転換したいっていうクーデターをしたいんだけれどもっていう中から山川と相談したんだと思うんですよ。でなんで山川と佐藤が親しいかっていうと、まあ、地元が近かったり、あの、まあ、ちょっとある団体で両方所属してるんじゃないかなと私は想像してるんですけども。で P 入れるってあるんですか？なんで P 入れるんだったら何なんですか？あの、絆強いって言いますもんね。そうです、だからこの辺は誤解ないように、まあ、P 入れてほしいんですが、あのがその悪巧みをしただとかどうとか、うん、全くとって特にもそうにもならないことですから、うん、ただそこの中の絆があったから、へえ、まあでもこれは何であってもね、別に同じあのロータリー所属してたからとかですね、ね、ね、同じ青年会議所いたからとか同級生だったからとかあるかもしれないで、それはまあ何とも言えないんですけど。ちなみに井川さんが会社から金を手につけてて長らくバレなかった理由は何なの？誰もちゃんと決算書読んでなかったからですね。あ、ちゃんと私これ隠蔽でも粉飾でもなくって、で あと上場会社はあの決算期ごとにこんな分厚い有価証券報告書っていうのを詳細に作るんですが、その中に会社の役員とあの関係者との取引から全部記載しなきゃいけないです。だから私の帰り入れって全部載ってるんですよ、有価証券報告書の あの付属書っていうところにですね、あの三河元隆があの A 社からあのいくら借り入れしているだとか B 社からって7社も全部出てるんですよ。それまあ2年か3年間ずっと出てるわけですけれども、で財務担当の役員とかさすがにそれを作成しますから知ってましたし、もちろん監査法人も知ってますから、でまあ、そのためにこれは井川さん何なんでしょうって一応ヒアリングがあるんですが、まあ、その時にはバクチの金とは言えないんで、まあ、ちょっとあの所要の投資のためにブリッジローンで借りてますなっていうような言い方は確かにしてたんですけれども、さっきお見せた投資ですよみたいなまあそうするとまあ向こうは勝手になんだけど、もしかしたらあの公にせずに何か大王製紙のためにあの M&A のためのですね、密かに会員の株の買い占めしてるんだろうかとかだったら想像したのかは分かりませんけれども、ちゃんと私はこれは有価証券報告書の記載もされてるし、監査法人のヒアリングも受けてますし、だからそのあたりはですねまだ誤解してる方もいらっしゃるかもしれませんけど、全部を当初から借り入れと当初からオープンになってましたんですごいと思う。オープンになった時にそういう時お父さんもう完全に知り抜いてるんですか？役員じゃなかったですし、まあ、あのこんな分厚いですね有価証券報告書の隅から隅までですね、普通プロじゃなかったら読みませんから、当然あのいわゆる損益計算書だとかあのバランスシートとか見るけれども、そんな下の方までは読み進んでいかないと思うんですよ。私は性格的にもともと昔から全部読んでましたから、他の役員もみんな、まあ、あるいはですよ、読んでもですね、まあ、書いてることがそういうふうに書いてて相手が私ですし、会社の社長なわけですから、グループのトップがしてるんで、もう勝手にですね、まあ、なんか意味があってやってるんだろうなと思ったかもしれませんね。ちょっと7歳いくらを超えてたんですか？合計で50数億ですね、その、検察が訴状に書いてたようにですね。ちなみにそのマックスの一針で失った金額はどれぐらいなんですか？50万シンガポールドルですから3000万ちょっとぐらいですかね、当時63円ですから。そう、勝てば6000万になってるし、はい、負けたらその3000万がなくなる。3000万なくなった気持ちはどんな感じですか？いや、もうそこまでいったらもう麻痺してますよね。へえ。あとこれはね、よくやっぱりそのギャンブルやらない方からよく受ける質問なんですけれども、ギャンブルの怖さでもあるし痺れるところっていうのは、自分これ最後に負けたら自分首くくるかどうするんだ、もう自分がそのこう借金してるところの気持ちってみんな一緒なんです。自分のそのいわゆる可処分所得っていうか資産に対する比率の問題なんで、例えば年収
300万のサラリーマンが競馬とかパチスロにはまってもう貯金も全部使い果たして最後闇金、まあ、いや消費者金融で消費者金融に100万円借金してもうこれ以上借りれないし次の返済期日来てるけどもどうしようもないという気持ちとですね、その100万円と私がそのまあ100億円じゃないです、あれはあくまでマスコミなんですけどその数十億円借りててこれ次負けたら本当にどうしようか、返すあてどうしよう、返すためにはもうギャンブルしかないんだけどそのギャンブルの元銭をどうやったら作れるんだろう、もう思い当たらないぞっていう気持ちって一緒なんですよ。だから単位の問題じゃないです、ギャンブラーにとってこれで身の破滅かどうかっていう金額は人によって違うけどそこに行っちゃえば感じるものは全部一緒です。でドキドキして勝負の結構見るわけですね。そうです、もう最後の方です、ね、逮捕決まる時とか、あ、逮捕の決まり方は裁判をしたのちに逮捕ってことなんですね。じゃないです、逮捕からの裁判です。逮捕からの裁判、そうです。で、まあ、しかも私の場合は特捜部が最初に連絡入れてきてますから、うん、3回ぐらいかな、検察の庁舎じゃなくて、うん、それこそここですよ、全日空ホテルの部屋を特捜が借りてくれてて、うん、そこに地下の駐車場から目立たないように来てくださいって言われて3回ぐらいあの任意の事情聴取を受けて、その期間ってやっぱ検察ってなぜかその実際の正式逮捕までに情報が漏れるのすごく嫌がるですね、なんで本当にあの気がつかれないマスコミにも気がつかれないように来てくださいなって頼まれていって、で下のファミマ の弁当を買ってきてくれてですね3回ぐらいほぼ1日っていうの3回ぐらい行けて、私の弁護士先生ずっと刑事裁判やってたんで検察とのやり取りも慣れてるんで、まあこれはもう逮捕だろうなっていうんだけど、逮捕の日も本当は教えちゃいけないということになってるんですが、もちろんなぜなら逃げるやつとかあの自殺するやつが出てくるんで、でもまあまあ、ヒント出してくれたんですよね。あのまずですね、一般的にいつも次はいつ来てくださいっていうのを言わないんですよ、まず。あの次はその時に逮捕されるんじゃないかと思って逃げるやつもいるらしくて、2、3回やってそろそろ逮捕が危ないかなっていうと、まず言わないことが多いらしいんですよね、人によっては。でもまあ私の場合には逃げることはないだろう。プラス大王製紙さんにとって大事なイベントがありますよねって言って、それの邪魔はしたくないんで検察としてもってこういうわけですよ、特捜としても。それが11月21日が LL オープン その最終日だったんですね、その年の、はい、LL 女子オープンって大王製紙の年に1回 その あの広告のイベントですよね。だからそれにかぶせるとそのイベントが台無しになっちゃうんで、少なくともそれ以降ですよっていう言い方を弁護士にしてくれたんで、11月20日 か20日が日曜日で、その記事がスポーツ紙とか一般紙もスポーツ欄に載るのが月曜日じゃないですか。なんで月曜日はないから多分22日の火曜日だねって言われたら、まさにその日に逮捕されました。へー。なんで多分ご質問したかったと思う、その心境はどうかって言われてもですね、まあ来るものが来たかって感じですね。もうそのすでに3回もで検察とはやり取りしてますし、やり取りというか情状を受けてますし、あ、来るものが来たって感じですね。親とかってそもそもその怖いお父さんとかこんな感じですか？いや、うちの味はね、逆に言うとスパーンとした人間なんで、起きてきてしまったものはしょうがないと。だからもう最初その借り入れがバリた時なんかはもう劣化のごとく怒られましたけどね、やっぱりさすがに気も収まんなかったのか1時間ぐらいなんかどやしてられましたけれども、もうそこから先はもう昔からそういう性格ですね。あの 起きてしまったことをどうこう言っても時計の針は戻らないんで、そこからどうするかっていう、そこからどういうベストプラクティスを取るかっていう性格の合理的な人間なんで、なんで別にあとは怒りもしないですし、ね、お前弁護先生って言ってお前いつ逮捕なんや、22日そうか、最初はないわとかんな感じですね。そういう大手の会社の社長さんとかが入ると、あ、会長ですか、当時は。まあ当時は元会長ですね、はい。なんですか、あの普通にあの一人部屋なんですか、刑務所は。ですね、刑務所の前にまずあの取締役の時は拘置所があるんですね、あの小菅、あそこは基本的に取締役の時にあの特捜案件はみんなやる独房一人部屋です、うん、で小杉ヒルズって呼ばれて建て直してコンクリート製の立派な、うん、あの高層の建物なんですが、うん、A 棟から D 棟まであって私は C 棟の11階の一室だったんですが、うん、特捜案件は10階か11階なんですよ、うん、10階と11階ってみんなあの死刑囚、確定死刑囚が入ってるんです。死刑になるまでを待ってる人たちですね。で下に降りるほど強盗殺人だとか強盗だとか
で5階6階の雑居、それこそ大勢でバンと入れられるところは窃盗だったり、うん、まあ、ピンクと言われる性犯罪者だったり、やっぱりタワーマンと一緒でマウンティングがあるんですよ小杉ヒルズにも。じゃあ無期懲役囚とか殺人死刑囚ってことを同じ階にいたんですか。そうです。結構毎朝やっぱり死刑囚朝がやっぱ一番神経過敏になるんですよ。死刑執行される分ので引っ張られるのって朝なんで、普段はこう刑務官と冗談言ってるようなやつがやっぱ朝やっぱりテンパって、ある朝テンパってもうこう怒鳴りばめ散らしてるとかですね。へえ、そっか、そういう感じなんですよね、はい。いつ自分が一人か分かん、毎朝その一人で来るはずの刑務官の宮回りが複数の足音だったらもう心臓がすくむらしいですよ。え、ちなみに岩さんはこっちはどのぐらいですか。ちょうど30日ですね。11月22日に逮捕されて拘置されて、12月22日に釈放。これもまあ弁護士先生がいろいろ交渉してくれて、検察側と交渉してくれて、もう中身単純なんだから、でもうしかも抵抗せずに、まあ言いたくないことは言ってないんですけれども、余計なことは言ってないけれども、まあ必要なことは事実関係は認めてるんだから、だらだらと長い差したってしょうがないでしょうと。12月23日天皇誕生日、当時は平成陛下のね、天皇誕生日クリスマス自宅で過ごしてあげてくださいよって言ったら、まあ、22日に保釈金積んで出してくれた。その時、まあ、1ヶ月も一緒にいると、まあ、無駄口も叩くようになるんですけど、私の担当の広田っていう特捜の検事だったんですけど、三河さんはいいなって、明日からクリスマス自宅で迎えられるんですよ、僕はこれからオリンパス事件やんなきゃいけないんで、クリスマスも正月もなしでもう小菅ですよとか言って、ね、ブツブツ言ってたの覚えてますけどね。釈放された何日後に刑務所行くんですか。ですね、そこから裁判が始まるんです。でそれがだから11年の12月22日に、保釈されてから最終的に東京高裁が最高裁まで一応上告して確定したのが、2年後の13年の7月なんですが、最高裁で確定したからといってすぐにその場で身柄を持ってくるわけじゃなくて、それから何日かか何ヶ月か経ってから検察から、東京高等検察署からこの日に出頭してくださいっていう出頭命令書が来るんですよ。で私は10月の3日に東京高等検察署に出頭して、ガラガラと刑務所に持っていくつもりのスーツケース、いろんなもの入れたスーツケース持って出頭して、でまずもう一回小菅に、懐かしの小菅に行って、でその後きつい1ヶ月ぐらいそこで作業しながら分類ってあるんです。本人の面接したり、一応ちょっと心理テストとかしたりして、どこの刑務所がいいかだとか、そこの刑務所行ったら何の担当、どこの工場を担当させたらいいのかっていうのが。何担当したの。こちら図書工場っていう、もう図書館の司書みたいなんです。差し入れだとか、あと本人も月に何回か希望すればお金さえ出せばですね、お本買えるんです。へえ。でその、まあ、買ったものだとか差し入れしたものに変なもの混ざってないかっていう検査ですね。差し入れの本に悪気なく書き込む人もいるんですよ。体に気をつけてくださいとかね、奥さんからだったら愛してますから無事に早く出てきて早期借仮借になってほしいですとか、そういうのはダメなんですよ。メッセージはちゃんと手紙で出してくださいっていうことなんで、そういうのを見つけて、そうするとまた刑務官のところが担当の刑務官に戻してそこを墨塗りしてくるんです。で一応これも問題ないなっていうのに許可書を貼るんです。その受刑者の番号をこう打ち込んで、その仕事だったんで、まあ一日中図書館で司書やってるの本当は読んじゃいけないんだけど、どうしてもね読めちゃいますよね。おしまいですよね。そうなんだね。そうなんです。だからまあ3年2ヶ月、退屈はしたけれども昼間つらいっていうことはほとんどなかったですね。え、家族とかはどんな。と言いますと、あれ今日は結婚は、はい、その時点で元嫁とあと子供3人と住んでたんですけども、やっぱりマスコミ構成っていうのはね、本当にマスゴミだなと思いますけども、どうせ家まで来たところで何かがあるわけじゃないのに、毎日のようにもうあれ4、50名とかですね、疲労の実家の前に来てですね、もう道路いっぱいにあふれて、だから1週間ぐらい子供が学校行けなかったんですよ。
で私が弁護士のところ行くのに車で車庫から出ると何とか取ろうとしてとか何の意味もないじゃないですか、あの 報道的にですね、うん、であと弁護士事務所の方にも大体ずっとバラバラ集まっててですね、出てきたところで何にもコメントがないんだから例のいわゆる報道スクラムってやつですね。そういうの食らってたんですよ。お客さん入った時に面会とか決めるんですか？はい、面会はですね決まってまして、最初のうちは月1回だとか、うん、だんだん中での成績が上がってくると2回とか3回って、はい、まあ、1回30分までなんですけど同時に3人まで入れるんで、一応その仕切りをしてくれてた人がいて、どっちかというと家族よりも友人知人の方が見舞いに来てくれることなので、まあ、家族の方はそんな平日しかダメなのと、休み土日は当然刑務官も休みっていうか、その担当以外はあれなんで、でなおかつだから子供は学校がありますから、来れるのが春休み、夏休み、冬休み、そういう時に1回、そういう時は会って話す、まあそうですけどね、まあもともとその私もそもそもそんなになんかいい父親じゃなかったし、シャバにいる時でもですね、大体土日ぐらいしか、だって朝は会社に行って夜は会食して飲んで帰ってくるから、起きてるうちに帰ってこないんで、土日のうちのどっちか、じゃあ一緒に飯食いに行くかぐらいで、まあ不良パパだったんで、ちなみに結局刑期は短く出てきたんですか？そうですね、4年の刑期に対して3年2ヶ月ですね。まあ真面目に過ごすしかないですよねそんなにやることないですよ。後半の方は何とかで普通に、いや私もずっと単独です。図書係が基本単独号なんですよね、独号なんですよね。そういうことはあるんですか？今さんみたいにそういう経営者階級の犯罪者って人たちがそこにいるって感じなんですか、ね、まあ、経営者かどうか別にして、一応シャバで有名人だったりとか、まずどういう工場に行くか自身も基本的にシャバでのポジションっていうのは考慮はされてるような気配はありますね。見たらやっぱり あんまり粗暴犯がいるところとか入れないしですね、法務省が一番嫌がるのは出てからのまた再犯とか二次犯罪につながることを嫌がるわけですよ。公正の場だったのに次の犯罪を助長する場になってたんじゃ本末転倒ということなんで、基本的に例えば図書工場であると元ナスダックの、CFO 財務責任者だったけれども粉飾決算を社長に頼まれて手伝って入った人間だとか、もともとシャバではですね、まあ、不動産会社の社長だったりだとか、シャバではその何ですか、一応変なことはしてた人間じゃない、職業的にはですね、うん、そういうのが何、まあ、かの出来心だったり、もうやむにやまれずみたいなんで入ってきた人間も、ね、しかも一応独房にしておくと、これもそうだったし、彼は長野ですけれども今喜連川で私の前の先輩が鈴木宗男先生ですし、おであと今あの人入ってるんじゃないかな、広島で政治家で衆議院議員で広島で河合さん、河合議員、元議員は喜連川だと思いますね。衛生係やってるかな、大体図書係か衛生係です。ご家族というかもうみんな食い出たによってシリーズと言ってるってことなんですよ。そうですね。あとから一応持ち株の分の余ったお金のところでみんな暮らすってことなんですか。まあそうですね、まあもう当時の、数字出てますから、はい、ファミリーで540億で株売ってますから。ああ、じゃあそうか、別にもう井川さんの分のその金額返したらもうめちゃくちゃとんでもない金額がこう残ってるってことなんですね。まあ弟なんかもそれで節税でキャピタルフライトでもうその後ずっと香港で住んでます。あ、そうなんだ。でもみんなこうのどかに暮らしてるんですよね。弟なんかまあ円換算もあるんだけれども、なんか最初にそれで私の事件で株って手に入れたお金の多分 3倍とか4倍になってるみたいですよ、香港で運用して。へえ、すごい。でも出所したこの国はどう過ごしたの？もうニートです。わー。でまあ、出てすぐに、まあ、仕事じゃないんですけど、まあ、イベント的に言うとホリエモンと東大から刑務所へっていう本を検討者だから出して、あ、まあ、なかなか刑務所行く人って少ないのと、ネット上に情報がないんで、まあまあこれから刑務所行こうっていう人のバイブルになってるみたいですけどね。ちょっ
そのジャングル依存みたいなやつに なった原因は何なの？まあ、もともと好きだったからっていう形じゃないですかね。だって中学校の頃からね、仲間と一緒に雀荘入り浸ってたような人間ですから。一晩でマックス買った金額のいくらですか？150万円から23億円。ただしそれは一晩で買ったからっていうか、一晩じゃなくて1時間で買ったんですけど。1時間？はい。どういうことだと思うんですか？まあバカラってさっき言ったようにゼロか倍かっていうが基本なんですが、プレイヤーかバンカーかどっち勝つかってなる。それ以外にちょっとサイドベッドっていうとおまけみたいな賭けがあって、タイだと8倍返ってくるとか、ペアって言いまして、最初の2枚がプレイヤーならプレイヤーの最初配った2枚が同じ、例えば 3だったりとか、クイーンクイーンだったりすると12倍返ってくるっていう賭け方があるんですよ。でその時はですね、持ってったっていうか、カジノから引き出したクレジットの多分1億円か2億円ぐらいだったのがあっという間になくなっちゃって、金曜日の夜東京出て、土曜日の朝から始めて、で昼過ぎには、土曜日の昼過ぎにはもう2万5000ドルチップ1枚、要するに150万円です、当時60円って言って、150万円のチップ、はい、それ1枚になっちゃって、ああもうこれどうすんの、終わったな、終わったなって思いつつですね、そのペアっていうそのにかけた12倍になる、当たっちゃったんですよね。なんで2万5000ドルが12倍返ってくるんで、それが30万ドルになっちゃったんですよ。でそしたらもうやけくそなんで、30万ドルを10万ドルずつ、そのプレイヤーのペア、バンカーのペアで、あとタイにかけたんですよ。まあ奇跡みたいにペアペアタイで全部当たっちゃったんですよ。ちょうどそれでもう800万ドルになっちゃったんですね。でそのまあその週っていうんですか、1回だいたい60勝負ぐらいで1セットなんですが、まあ、それ以外もペアとかタイが出まくったし、本戦もすごくそのプレーヤーバンカーも当たりまくって、1時間でその週が終わった時には6で割ったら 4000万シンガポールドルになってたんですか。だから中国総額23億円。でそれでもうセールスの連中が、担当のセールスマネージャーが日本人たちなんですけど、2人がかりぐらいで、イカさん今日はもうやめときましょう、僕カジノ側の人間なんだけども、もうこれは今日はやめといたらいいですって言われて、何言ってまだ飛行機明日の夜でしょって、それ土曜日の昼過ぎですから1時間で23億になったんだから、明日の夕方に100億になってるよなって言って、その明日の夕方にはゼロになってましたけどね。でも23億負けたんじゃなくて150万円負けたんです、それは。あ、そっか。そうですね。そう、それ23億以降もやろうってのは、 もっと稼げばこの借り入れ分、まあ、それもあります。ね、その時50億ぐらい借り入れあったんで、要するにもう少し減らせるかなと思ったのもありますし、あと時間もあるし、でもね、何よりもあれなんですよ、23億になって辞めない人間だから23億になるんです。150万円が200万円になったら辞めよっていう人間は永遠に23億ならないですし、仮に1000万になったら、この1000万でレクサス買えるやんって言って辞める人は永遠に23億にならないし、仮に1億までいったら、この1億でマンション買えるやんとか思う人も永遠に23億いかないですよ。あくまでも記号としてですね、1億いったんだから次は2億までトライできるから、2億来たら次は10億トライしちゃおうぜ、10億なんだから次はどこまでいけるんだっていう人間だから23億なれるんで、ただしそこからまた必ずドボンもするっていう。絶対最終的には負けるようになってきてますもんね、ギャンブル。当たり前です。ポーカーと麻雀は違いますよ。運だけじゃないんで、長くやれば必ず腕のある方が勝ちます。長くやれば、1回2回の勝負だと、まあたまたま相手にいい手が入っちゃったとかいうのあるけれども、でもブラックジャックだとかバカラだとか運しかないゲームですから、でじゃあなんでそんな運しかないゲームやるのって、これまたよく聞かれるんですよ。半分は好きだからとしか言わないんですけれども、残り半分はやっぱり普段仕事してる時ってもう理屈しかないわけですよ。合理的に考え、合理的に考えと、それで経営判断ってするわけですけれども、じゃあたまにはもうそうじゃなくって、もうそうじゃない何かにかけたいっていうことはあるんですよね。私は占いとかそういうの興味ないんですけれども、やっぱ有名な経営者で実は占いに、占い師にハマってたりだとか、風水に凝ってる人とかって結構いましたよ、昭和の時代は。名経営者と言われる人でもやっぱり自分一人で大決断を しなきゃいけない、その重圧に対してですね、やっぱり幾何学的というか何かお告げみたいなのに
すがりたい。だから一種の、まあ、バカラもお告げですよ。プレイヤーが来るかバンカーが来るかって言ったら、今回はバンカーだったよってお告げが来るわけですよ。お前間違ってたなっていう。ちなみにその大王製紙の社長とかってやった時にプレッシャーみたいなものを感じた時はあるんですか？ないですね。あ、それないんですか？ないですね。だって基本的にその安定してますから。もうすでに歴史もあって、歴史もあっていろんな品種も抱えてるし、あのよっぽど、ま、あの変な経営判断、あの判断を誤らない限り大こけっていうか会社が倒産するようなことってのはないですから、だから常に地道に、だからまさに本当に合理的判断の積み重ねで、あのこの場面ではどういうふうに決断するとかいうことなんで、俺がこの判断間違えたら会社潰れるんじゃないか、従業員が路頭に迷うんじゃないかなっていうようなプレッシャーはないです。ただ個人レベルでのやっぱり必ず成功するなって誰も思ってない。だから有名なあの鈴木自動車 の、 あの鈴木元会長は、俺 の、 あの名経営者と言われた人だけど、俺の経営判断51勝49敗だよ、でもその過半数勝てばいいんだっていう、でそのことも若い頃すごく頭に残ってるんですけど、私はそれと一緒で毎回負けんだけ、まあね、たまに負けてもしょうがないわ、今回は間違ってたなでなるんですけど、やっぱりね、3回に2回間違えるようだったら、やっぱり社員に対してですね、うちの社長大丈夫かと思われちゃうんで、なんでそういう意味でのやっぱり毎回毎回その真剣に合理的に経営判断を下さなきゃいけないっていうプレッシャーはありましたけども、それはプレッシャーっていうよりもまあ個人のレベルのプライドとかそんなもんじゃないですか。はあ、すごいな。奥さんとかその浮き沈みっていう感じをどう捉えてるんですか？当時の妻ですか？知らなかったですね、私が。まあもしかしたら知ってたかもしれないけれども、特に、まあ、その時点で私もすでに離婚してましたしね。あ、そうなんですか。はい、ただあの子供の受験とかあるんで、でもともとその離婚はしたけれども、まあなんですか、なんか家庭内別居の逆ですけれども、離婚してるけれども同じ屋根の下でも、あの部屋は別だけども、で子供たちにはあの離婚してるっては言ってなかったんですよ。まだ一番末の子供が小学生だったんで、うん、もうちょっとして中学生ぐらい上がったら、あのまあパパとママ離婚したよって言おうかぐらいの話だったんですけど、そう言う前に、言う前に事件になって、それでバレたみたいな。へえ、金夫婦だったことが最後でパカパカになるんですか？そうそう。まあそしたらなんか後で、あの出てきてから聞いたら、元嫁に聞いたら、長女はもう高校生だったし勘取りもいい子だったんで、いや、あ、やっぱりなんかそうだと思ってたのよねって、なんか変だと思ってたって、次女と長男は分かってなかったみたいですよねって言って職受けてたらしいですから、変な家族だったんですけど、まあ本人が一番変ですからね。どう生きてきたのかあるんですか？いやね、でも昔で言うと55歳定年だったんですよ、よく言うんですけどね、私と同世代に、俺たち大学生っていうか就職した頃って55歳定年だったよな、だからもうそこからあとみんな余生だろっていうんで、もう余生過ごしたっていいじゃんとかいうような話はするんですよ。ただあんまり余生長いと飽きちゃうかもしれませんけど、まあそれ私も出てきて5年目でさすがにその何にもしてないっていうのにちょっと飽きてきたんで、あのツイッター上げてみたりとかですね、で来月、そうですね、来月からちょっとあのメルマガとサロンも始めてみようかなって今準備を始めてると思う。そうなの。まあそれもだから一種の趣味みたいなもんですよね。だから私ずっとツイッターって暇な人がやるもんだなと思ってたんですけど、実際私暇なんで今やってみて、あのツイッターのフォロワーとなんかいろいろ大喜利みたいにやり取りするのが今更ながら、なんかツイッター覚えたばかりのなんか中学生みたいで楽しくなってるんですね。これからツイッターラーとしてねやっていきたいと思います。井川さん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。すみません、できたら連絡します。ありがとうございます。チェックしていただいて、はい、ありがとうございます。はい、すみません。